出しながら前出ていくともっとチャンスが増えると思いますね。はい、金子の動きを止めたい畑文也です。中村さん、この金子もこの日のためにも徹底的に蹴りをもう練習してきたということも言ってたんですけれども、はい、うん、いいですね。左ボディ、さらに左ボディ嫌がってますか。あの膝とボディが効いたと思いますね、はい、さあ、はい、コーナーに強い込んでダウン。ワンダウンを奪ったのは青いグローブ金子明弘、プロデビュー戦。さあカウントが入ります。あっと右、やはりスタミナもかなり奪われてる。まあそうですね、はい、ずっとやっぱこうダウンも奪われてますし、こうプレッシャーを受け続けるような展開が続いてるので。さあどうだ、崩れた、再びダウン取りました。青いフロー金子明弘、さあ立てるか、また立てるか、カウントが入ります。続投です。さあ金子が左ボード、これ右サイド、ダウンだ、レフリーが取れた。見事な豪快 KO デビュー戦を飾りました。青コーナー金子明弘です。左ジャブ踏み込んで左から右のロー、うん、さあちょっと足元がぐらついてるか、ダウンです。さあ金子のパンチが、金子のパンチが好機を捉えました。大木選手はもうね、ちょっと時間的なことを考えても距離をね、どんどん潰してでパンチに持ち込むしかちょっとないでしょうね、ここは。出ていきます。パンチからのローキック、左へ、カウンターで左が入った、レフリーが止めた。見事に自分の拳、その左を打ち抜いて制しました。金子明弘です。ねえ、あのプロか、無敗じゃないですか、だからやっぱり勢いもあるし、あの相手をこう追いつけて、さらに連打連打、一瞬した、ね、その体を浮き上がらせるように、飛び膝、やっぱ攻撃のコンビネーションがいいっていう分でやっぱり金子選手の方がちょっといいですよね。打ち込んで立てるか山田、これ顔面ではありませんよね、ボディー、ね、いや低空飛行の飛び膝蹴り、金子が打ち込んだ。いや山田選手蹴れればいいんですけどね。あーできないか、パンチでこれもダウン、ダメージあるんですね、ちょっとこう足元ぐにゃりという山田忠弘、おういやだいだ、おーキック、軍事パンチで返す、ハリーキャットワールドチャレンジャー、それでも右、この右いいっすね、下下すごいっすね、あの距離を潰されてしまってるんだね、まあ、金子選手の左ボディ全身に、あこういう間合いもそうなんでしょうか、この膝が、あの膝でパンチをつなげられるってなかなかできないですからね、つながりますね、この攻撃こそ最大の武器、倒れた倒れた、膝をついたクリア、まず羽根も相当な量、こう新人類ですね、戦い方も含めて、K-1 クラッシュルールでここまでこうなんですか、はい、左ボディー崩れた、あの順也が成長著しい、うわ来いよ、さらに拳は釣られた、膝でしたね、膝最後これで KO 勝ち文句なし、もう流れを作って乗ると手がつけられないファイターですよね、まあ、ただ最終的にはパンチで倒すっていう意識があるんだと思う、これだ、お聞いた、ここかテンプルウェイ、ガードごとクラッシュする、倒した金子、まずワンダウン奪っています、これです、これが金子明弘のラッシュ、怒涛の9連勝で無敗のままクラッシュバンタム級のチャンピオンになりましたからね、あの頃はね、もう誰
竹内やっても勝つんじゃないかってくらい強かったんですけども、はい、あれあの後怪我ですよね。右線これが溢れ出る金子の才能。早速木山ダウンです。まあ、あとは関根さん、金子はどう仕留めるかですね。あと1分ですね。木山根性がありますよね。ありますね。まだ前出ますね。この第3ラウンド手数が増えてきたようにも見えます。あとふらついたか、くらったか、ね、一瞬下がった。左右ラッシュに行くか、鼻から血が見えて捉えた。ゴールデンボーイが襲いかかりました。ふらついている木山桃太郎、金の鬼が桃太郎を倒しきるか。さあまだ34秒あります。口が開いています。木山桃太郎こらえたい。さあ金子が右ストレートを狙っている。右、ここでタオルが投げ入れられました。まあダメージありますね。テクニカルワンクラート勝利。金子は昨日見事。いや、久松さん、これ金子の圧力すごいですね。そうですね、身長差もあるので、ね、そこら辺も圧力かかりますよね。うん、右左すごい破壊力だ。大丈夫か、光輝。うわ、これ目が揺れているぞ。立ち上がりますが、なんとか構えた。さあ、このまま行ってしまうのか。さあ、いや、ただ光輝返します。いや、島さん、返しますね、光輝。いや、行けたよ。これは危ない、これは危ない。信じられない一撃。完全に目が飛んでいる。立てるか、光輝。立ち上がった、いけるか。立った。さあ、気持ちで立った。この気持ちが光輝だ。金子はあと何一つで KO 勝利。前と同じその結果を見せつける、圧倒した KO を見せつけるとかだったのは金子。それを見せつけた。危ねえ。うわー、